国騎士団のナーンの手引きで城から脱出した王子レヴィンとボルコフ。彼らは同盟を結んでいるサルラスの町へと向かう途中、僧侶を目指している少女クリスと出会い、彼女たちを守りながら進むことになる。しかしそんな彼らを野党が狙っていた。王子、前方に人影は。敵か。いや、僧侶のようだ。怖がることはありません。私の名はレヴィン。ボルコフと共に旅をしているものです。すみません、びっくりしたもので。私はクリスと言います。驚かれるのも当然です。この辺りは野党が多く非常に危険ですからな。私たちは巡礼の旅の途中なんです。これからサルラスへ向かうところだったのですが。そうでしたか。よろしければお送りしましょう。すみません、わざわざ送っていただくなんて。構いませんよクリスさん、我々もサルラスへ向かうところだったのですから。王子、先ほどからただならぬ気配が。野党か。クリスさん、町はもうすぐです。一気に抜けましょう。はい。よし、行くぞ。ん？後ろからも野党が追ってきますぞ。皆殺ししか。あまりクリスさんから離れないように行動しましょう。わかった。殺せ殺せ、奴らを神に捧げるのだ。シカーシカーシカー、殺せ。
でも食らえ。力が湧いてくるようだ。私に剣を向けるなど10年早い。キング様、町の近くで巡礼団が襲われています。何？急いで助けに行くぞ。はみんな俺についてこい。行くぞ。
奴らを神に捧げるのだ。しかやつらを神に捧げるのだ。来るようだ。神よ、我が身を捧げます。
地下！地下！皆殺しだ！奴らを逃がすな。返り討ちにしてやる。ドウモトフ強い。お前殺す。しかしんよ。いや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 。野党を一掃するぞ。こいつらを町に入れるな。私の剣を受けてみる。よっよっよつらちょっとだけ強い。でも今度会ったらお前たち必ず殺す。クリスさん、大丈夫ですか？ええ、大丈夫です。王子、レディン王子ではありませんか？王子、ホーキング公、お久しぶりです。一体どうしたのですか？実は、バルディア城がダルシスに襲われたのです。何ですと？では、イルザック王は？わかりません。ですから早く援軍を集め、助けに戻らねばなりません。わかりました。私が兵を集めましょう。ですから、王子はゆっくりとお休みください。ホーキング公、感謝します。私が奮起すれば、皆はついてこないからな。